GoToRec, g o t o キャリアの窓口にお越しいただきありがとうございます。講師の小田国広と申します。よろしくお願いします。キャリアの窓口では、アドラー心理学をベースにして、1回から4回で、キャリア自立について学んできました。今回は第5回目として、 中小企業診断士の活用方法についてご紹介をいたします。うん、さて、皆さんは、十四行という言葉を聞いたことがありますでしょうか、うん、スライドにあるように、弁護士から不動産鑑定士まで。これが9つです。最後に中小企業診断士。 以上で10個になります。ここで色を変えた意味合いがあります。<laughs> 上の9つはですね、専門的に行う業務の独占性が法的に認められています。一言で言うと法的独占性があるという資格です。これは 正解があって、その正解を求めるということだと思うんですね。例えば、財務、経理関係であれば、えー、決算業務については、税理士であるとか、不動産鑑定士が必要になりますし、労務関係、雇用保険の手続き等ですね、社会保険労務士が必要になります。一方ですね、 中小企業診断士はどうかと申しますと、正解にする、正解を作るということなんですね。ここで少し意味合いが変わってきます。前提として正解がないということなんですね。自ら診断士がその正解にすると、あるいは正解を作るということなんですね。ある経営者が 戦略を練って、意思決定をしたとします。その意思決定が正しいか間違っているかではなくて、それを正解にしていくというのが、中小企業診断士の役割ではないかなというふうに私は思っています。ここにですね、魅力、診断士の魅力があるんではないかなというふうに私は感じています。 さて、皆さんはどうして中小企業診断士の資格を取ろうとしてしたのでしょうか、あるいは今、取るために勉強しているのでしょうか、その動機についてお伺いしたいと思います。この調査は本講義で活用する調査でございます。一般社団法人中小企業診断士協会が 令和3年にアンケート調査をしたものでございます。問い8にですね、動機について質問をしています。このアンケート調査によると、一番多いのはですね、これは複数回答ですが、6番の経営全般の勉強と自己啓発やスキルアップを図ることができるからということが約62%と、非常に高い構成費を占めています。 一方ですね、一番と二番。これにつきましては、えー、その資格を活かして、えー、独立をしたり、仕事をするということですよね。この一番と二番を足すと約、うん、82%ぐらいですかね、になります。いずれにしましても、この初めの入り口がですね、動機がですね、勉強であるとか自己啓発、いわゆる一つのスキルアップと。 いうことから入る方が多いという結果ができております。これにつきましては、やはりですね、えー、す,すぐに稼ぐであるとか、資格を活かすということに対してですね、少しやはり距離感があるので、ここでですね、どうしたらいいかということで悩む方が多いのではないかなというふうに思います。また、 4番の四角を持っていると優遇されるからというのが非常に低い構成になっています。これは先ほど申しましたように法的独占性がですね他の資格よりも低いのでこの辺が現れているのではないかなというふうに思います。本講義のですね内容について少し触れてみたいと思います。 一番として、中小企業診断士の活躍の場ということで、診断士がどのような場面で、どのような活躍をしているかということを説明いたします。二番目に、中小企業診断士の働き方ということでございます。これにつきましては、先ほどアンケート調査にもありましたように、独立をして資格を活かす働き方もあれば、企業の中で、 この資格、スキルを活かすという働き方。まあ大きく二つに分かれるかと思います。この点についてですね、少し詳しく説明をしていきたいなというふうに思います。三番目に、中小企業診断士の実態ということで、先ほど述べましたように、中小企業診断士協会が令和3年に行ったアンケート調査をベースに、 中小企業診断士の実態について読み解いていきたいというふに思っております。最後に中小企業診断士の活用方法ということで、私のですね、ケースについて少し説明をさせていただいて、どのように活用しているかということについて皆さんにご説明をさせていただきます。 この点少しでも皆さんにですね、お役に立つるような情報提供ができればというふうに思っております。ぜひ一緒に中小企業診断士の活用していきましょう。多くの方のご参加をお待ちしております。ご清聴ありがとうございました。